シャックです。マッツです。今日のテーマはブラッドリービールの選択はどうなる。聞いたー。どっか行くの。今日はですね、今シーズン左手首の靭帯損傷で先にねシーズンお休みに入ったブラッドリービールについて、そんなビールの来シーズン以降の決断に今大きな注目が集まってます。ウィザーズファンは特にな。うん。しかも今日そこにね大きめな噂が入ってきたんで、その最新状況も話していきたいと思います。爆弾ドン。で、今日皆さん最後まで楽しんでいただいて、高評価ボタンポチッとポチ押していただいて、何度も忘れるチャンネル登録いただけると僕らのモチベーションになるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。ブラッドリービールは来シーズンにプレイヤーオプションの権利を持ってんねんけど、発動できるわけやね。発動できるわけ。もともとはね、とはいえチームに残る可能性は低いんじゃないかって話が言われてたんやけれども、先日ビール自身がチームの再契約に気持ちが今傾いてるって話が出ました。ワシントンバリ好きやな。ルーキーからずっとワシントンやからね。愛があるね。うん。ただね、自分自身まだこう決断を急ぐつもりはないっていう話をしてて、もう少し最終的な判断をするのは時間がかかるだろうっていう話が言われてんねんけど、もしビールがウィザーズと延長契約になれば、最大で5年245ミリオンの契約になります。ちょっと不安になるよ。大丈夫？この金額言うたら本当にステフカリー級。ああ、なればいいけどさ。そうやね。むしろ単純に5年で終わったら今シーズンのステフの年俸より上になるからね。もらうね。そう、一気にリーグでナンバーワンのサラリーをもらう選手になるわけよ。この契約を結べば5年例えばね、ビールはだって35歳ぐらいになってるんで、まあまあおいちゃんになるね。そうやね。もうつまりウィザーズでキャリアを置いていくっていうことにもつながるわけよ。ただ現地3月8日にね、ちょっと新しいニュースが出まして、もうビッグニュース。なんとアンドリュー・ボーガットが自分のねやってるポッドキャストで、ビールがシクサーズ行きを希望してるんじゃないかって話が言われてます。なんでボーガットが知ってんの。このボーガットはその NBA に精通してる人から聞いた話らしい。彼も精通してるのにな。そうやね。だからこの精通してるか誰かっていうのはさすがに分からへんねんけど。そっかもしんけどな。ビールがシクサーズに行ってアーデン、エンビードとビッグ3を組もうとしてるんちゃうかっていう話が言ってました。まあ夢はあるね。うん。前回ね、僕たちもトバイアス・ハリスの回やったように、シクサーズ側もハリスをね放出したがってるって話があるんで、トレードがこれ成立するかどうか置いておいて、シクサーズ側が何かしら動いてくる可能性はこれなくないよね。モーリーさんがな。うん。この動画ではね、ビールがシクサーズ行ったらどうみたいな話はね今回考察はしませんけれども、伝えたいのはこういう噂がやっぱある限り、ビールの本当の気持ちっていうのは分からへんちゅうことないよ。しかも現在さ、ビールは2年契約やねんけれども、この2年契約の短めな契約の理由って、うん、お金よりもその勝利が大事だっていう話だった。あ、優勝勝ちたいと。そう。なのでビールが引き続きやっぱ勝利を最終的に選ぶんであれば、移籍の可能性はまだまだ十分にあるかなって思ってます。ただ再契約の方向でね、もしビールが本当に考えてるんだったら、オフシーズンに獲得したこのクズマの今週の活躍だったりだとか、頑張ってるぞ、直近で獲得したポルジンギスの補強に満足してる可能性もあるんじゃないかって話も言われてるよね。デビュー戦良かったからな。うん。まさに KP はデビュー戦で25ポイント5リバウンドの大活躍。ユニコーン。こっからまたね、ちょっと怪我するんちゃうかっていうのどうしよう思ってまうねんけど。ユニコーン。いやいや、ユニコーンついえてもうてん。素人 NBA。そして、もう一つ気になるのは、もしビールが残りたいって言った場合、チームがどんぐらいの金額オファー出すかっていう話。他にもまあまあ払ってんねやろ。いや、払ってるし、これから払いたい若手めちゃめちゃいるやん。いるよ。うん。さっきね、マックスで5年245ミリオンって言ったものの、ウィザーズはここまで大型契約でやっぱ失敗し続けてきてるわけよ。長い歴史があるよ。歴史をちょっとね、遡っていくと、2008年には当時エースだったギルバート・アリーナスと6年111ミリオンの延長契約。エージェントゼロ。それまでね、このエージェントゼロは3年連続オールスターやったりとか、すごかったんやね。オール NBA 選ばれたりとか、もう本当に超オールスター級な、今で言うとこうデイミアン・リラードのようなこうガードやったわけやけれども、リラードやもう。そんなアリーナスと2008年に大型契約をしました。男気見せたよね。ただその後膝の怪我でウィザーズで出れた試合はなんと55試合だけ。あらら。そうやねん。しかも2009、2010年にはなんとね、拳銃をロッカーに持ち込んでしまって、ピストルマンになっちゃうねんな。そう、そのままシーズン終了まで出場禁止を食らってもうた。その後ね、マジックにトレードされて、この契約は史上最悪クラスの契約ってのは言われてます。辛いわ。手前の右側に映ってるのがマギーやね。あ、ほんまや。そう、なんか嬉しそうやな。若かりし頃のマギーです。喜んでます。そして直近ではこの人、ジョン・ウォールでしょ。ちょっとビジュアルアリーナスに似てんのよね。そうやね。しかもポイントガード、ポイントガードだから。同
話や。このジョン・ウォールも2019年に4年171ミリオンの超大型契約。すげえな。ただその後ウィザーズで1試合もプレーすることはなく、昨シーズンにロケッツにトレード。今思うとやばいよな。今思うとやばい。給料泥棒もええとこよ。すげえ持ってったな。そしてご存知の通り、今シーズンもここまで試合には出てません。頑張って温めております。ちなみにこのジョン・ウォールもゆくゆくウィザーズに帰りたがってるみたいな話がちょうど最近言われ始めてます。さらにパンパンにして帰ってくるみんな。いや、ほんまやで。もう171ミリオンどこ行ったっちゅう話やけど。帰りたい言われても、いや高いわ。素人 NBA。 特にガードでの失敗が多いわけよ。しかもビールは現在28歳、3ヶ月後には29歳になるんで、ハッピーバースデー。そのビールにステフカリー級のね、超マックス契約合うかはほんまに微妙なとこやね。そもそもカリーは仕事してるね。うん。もしそのビールがね、カリーとか多分ヤニスみたいにチームの絶対的なリーダーな立場やったらありやと思うね。自分自身がチームを引っ張っていくのは何でもやるっていう、ね、ただビールっていうとどちらかというと2番手なタイプっぽい。ウォールがいる時とかもね、うん、思い出してくださいよ。昨シーズンはこのラスがチームを引っ張ってたやん。本当にのラスは輝いてたよ。なので実際にビールが絶対的なリーダーっていうタイプではないのね。優しすぎるかもしれんな。そうやね。なのでなんかそのリーダーのなんていうかな、リーダーがお父さんやとしたらちょっとお母さん役みたいなね。まあまあまあみたいな、雨とムチの雨やね。うん。なのでこの辺の延長金額がどうなるか、とはいえね、ビールも245じゃないと出ていくみたいな話でなりそうな気もするんで、ここのチームと選手の交渉がまとまっていくのかすごい楽しみです。そんなビールのね、選択に迫られてるウィザーズは現在イースト11位。落ちてきてるなぁ。けど実は10位のアトランタ、9位のホーネッツとはなんと 1.5 ゲーム差。まだじゃあ狙えんのか。全然分からへんよ。いけるぞ。しかもこの動画回してる時点ではクリッパーズ戦今やってるけれども、その勝敗で多少ね前後はするかもしれんけれども、まだ食い込める可能性は全然ある。しかも今日のクリッパーズ戦除いて、あとウィザーズは17試合あんねんけども、そのうち実は6位以内のチームとのゲームはわずか6回しかないよね。あ、じゃあ意外と稼げるかもしれんな。そうやねん。なのであと11回は意外と稼げる、つまり勝てる可能性が高いわけよ。頑張れユニコーン。しかも例えばアトランタとかホーネッツと比較しても対戦カード的にはマシなんで。あ、じゃああっちが負けてくれたらな。そうやねん。その意味でもウィザーズはここ今チャンスかもしれません。もちろんね、ビールの今後ウィザーズ残るのかどうかの判断の時に今シーズンの成績はそこまで考えへんと思うねんけど。そうやな、本人としてもね。とはいえチームがねこっから勝ち出してプレインとかいったことによって感情が動く可能性あるよね。頑張ってるのを見たらね。そう、やっぱり人間なんで。しかもお母さんタイプやと思うとなおさらね、俺がいなあかんかみたいな。なそう、なのでそういう意味も込めてこっからのウィザーズの追い込みに関してはめちゃめちゃ注目です。そしてその方が気になる話題といえばレイカーズとロケッツ。イエーイ、面白かったよこれ。素人 NBA ダービー、誰も期待してないこの水面下のダービーね。俺ら2人しか楽しんでないけど。ちなみに今日除いてレイカーズが3勝0敗っていう感じだったんけれども、先に結果からお伝えするとロケッツが139対、レイカーズ130対、負けてます。これね、もう時代が変わるのを出してますわ、はい、それは俺もね否定できひんよ。時代が変わります。こっからオーバータイムではレイカーズ何もできてませんでした。無やったで、無やった。その割にロケッツメンバー全員スリー決めるっていうね。スパスパ入ったな。いやー、ほんまに今日の MVP はジェイレン・グリーンでしょ。よっしゃー、この調子で最初から言ってたらな、新人王やったわ。いや、せやねん、ほんまに。ちょっと慣れてくんのが遅かったな。時間かかったな。怪我とかもあったからね、途中。今日グリーンは32ポイント、3リバウンド、3、57.1%。パーセントやばい。いやー、えげつないね。しかも、この32ポイントは彼のキャリアハイになる数字になってます。自信つけてほしいね、これ。いやー、ほんまに素晴らしかった。そして、ジョシュ・クリストファーも今日21ポイント、6リバウンドの彼もキャリアハイ。来た、ロケットマンバー。ミスターシックスマンですよ。いやほんまやな、素晴らしい。これからほんまにリーグ代表するシックスマンになりそうな気配がある。そしてシェン軍も17ポイント11リバウンド。これやっちゃったよ。ほんまにあのオーバータイムでこれ3決めた時さ、うえベロ出してる。最後自分だけ決めてへんかったよな確か。そうやな、決めた、ね、嬉しかったよな。そうそう、で最後5人目でちゃんと決めれて八村ポーズっていうね。 AD おらんからやり方だよね。そう、ほんまにな。インサイドすっかすか。あかんな、まあ、正直ラスの30点も全然
然怖くないね。霞んでしまいましたね、うん、ほんまに未来が苦しいレイカーズと未来が明るすぎるロケッツの対照的なゲームになりました。最高です。あとはガルーバ待ってるぞ。せやね、これガルーバ入ってきてディフェンシブなインサイドやったら最高やね。最高やね。ちょっとね、身長が足らんことは懸念ではあんねんけども、あのシリコン入れよう。どこに？ちょっとバッシュ厚めに履くとか捻挫増えんだよ。NBA。 ちなみに今日負けたレイカーズは直近17試合で4勝13敗。ウォリアーズには勝ってたやんな。勝ってた。あれはおもろかった。それが貴重な4勝のうちの1つ。1個ね。これよりも成績悪かったのは今日時点除いてロケッツやってんけど、おそのロケッツに負けてもうたんで抜いた。実質やった。もうウエスト最下位ぐらいの感じになってるわけ。キュッてしたらな。そう、キュッてしたらシーズンをキュッてやったら、そうそう、まあ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 。もうええわ。暗い話ですね。素人 NBA。 以上、ここまで今日の素人 NBA ダービー、そしてブラッドリー・ビールの選択は果たしてどうなるについて話してきました。あなたはブラッドリー・ビールが残ると思いますか、それとも出ていくと思いますか。ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕ら素人 NBA ではこういった動画ほぼ毎日更新してますんで、今後もこういったチームの最新状況や選手のいろんな噂知りたい方はこの機会チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてメンバーシップでは月1本マニアックな動画上げてますんで、気になる方はチェックしていただけると嬉しいです。 NBA オタクになりませんか。この前2本目上げました。そして最後に提供品紹介来たー。いただきました。久々にもらいました、ね、いただきましたね。出しましょう。ありがとうございます。はっ、でかっ、でかいの来たよ。めちゃめちゃでかいやん。ちょっとあげていこう。お茶いただいた。いや、お茶ではないよ。お茶ではない。重さ的に。あげました。あ、なんかすごそうやで。なんやなんや。上からいくで。おう。これ、なにこれ、え、トヨタセンター入ってる。え、すごいやん。自分ホームやで。俺のホームもらいました。お前のホームではないんだけど。ホーム。え、すごいね、これ。何これ。トヨタセンターのクラフトペーパー。へぇー。ペーパークラフトか。これすげー。なるほど。これちょっと立てずに大事に置いとこう。せやな。崩れたら。おう。え、すごいやん。トヨタセンターは世田谷にあるぞ。ダメ、ちょっと勘弁。ここ目黒や。素人 NBA。次、これ。はい。あ、トヨタセンター作ってきてもうてるってこと？トヨタセンターや。ちょっと立てる？これどういうこと？すごいよ。箱と中身や、これ。さっきの箱だけなんや。なるほどね。だから異常に軽かったや。もう作っていただいてるってことか。開けよう開けよう。こんな感じになってます。ポロッとかやめてや。すげえな、うん、作るの大変そうやな。すごいな。何時間ぐらいかかったやろ。3日。めっちゃかかるやん。トヨタセンター屋根。屋根か。アリーナや。見て、ここモニター、でこうや、こうこうか。そうそうそう、こういうことや。トヨタセンターをいただきました。へえ、すごい。これ置いとこう。旬やな、今日の試合あって。お前ホームやったからな今日。せやな。レイカーちゃんロケッツがまたスタジアム系や。箱から行く。箱から行こう。これも多分な、もう作ってくれてはんねん。あ、ほんと、ありがとうございます。すごいね。ステイプルセンター。あ、今は泣き？今は泣き。すげえや。すごい。これですよ。ステーブルセンター。今は泣き。名前変わった。名前変わった。あれ。形はあんねやろ。形はあるけどな。おお、DVD入ってる。え、一発でいく？うん。何これ？ちょっと面白いの入ってる。これ知ってる？やばいやん。誰？これチックハーンやろ。チックハーン。これレイカーズのもう亡くなってしまったけど、レジェンドアナウンサーよ。俺もチックハーンとして今日からね、素人NBAの方に。やかましいよ。これお前。うちはな。すごいなこれ。え？あんまパタパタやらん方がいいわ。味でしかないわ。これあれやで、だってコービーとかシャックがレイカーズ入団した時とかのゲームとかでアナウンスしてた。ベテランの人。ベテランの。え、すごいね。どこで売ってんのこれ。ネクタイピンみたいなの言ってたよ。本人がつけたやつ。そこじゃないか。チックハンつけたやつ、俺今普通に素手で触ってもらったら、やばいやん。汚い、汚い、お前。汚い言うな。これね。すごいね。あとこれ面白いよ。はい、このくれた N 氏っていうね。N 氏。名前はちょっと伏せとけ。はい、N 氏がくれてんけど。はい、N 氏が行った、レイカーズ公認ツアー、応援ツアー。いつのやつ？参加したコースって書いてるから、3月30日のフィラデルフィア戦とX戦見に行ってはるわ。何年の時？それは1999年から2000年。やっば。見に行ってはりますよ。やば。頑張れシャック・コービー、フィル・ジャックソンって書いてあるから。うおー。だから一発目優勝する時やろこれ。見に行ったんじゃない。日本ツーリストの旅行のプランであったんやわ。あ、確かにさ、昔フープとかにさついてた。ちょこちょこついてあったわこれ。
った記念でなんでくれたんやろ。ええの？ええんですか？大事に取っておきますね。この時だってアイバーソン対レイカーズだろ。そん時のファイナルの DVD や、ほら。マジで？これやば。これ上映会とかしたいね。やば。やばやばやば。こんな感じで持ってる人いるかもしれんよ。すーごいね。ロン・ハーパー。俺ちょっと見たかった映画。グレン・ライス、AC グリーン。レジェンドですよ、もう。こっち見て、シャックの映画。あ、ブルーチップ。じゃあハードチェック。日本語訳はハードチェックなんじゃん。ブルーチップやけど。そういうことか。俺これ見たかったんよ。俺、この数年で最高のスポーツ映画。いいね。いや、それさ、シャックの映画さ、知っててさ、うん、見たかったよ。アマプラとかでないのよ。あ、ほんま、うん、めっちゃレアやん。めっちゃ見たかったやん。見ます、ありがとうございます。ありがとうございます。やばいね。これやばい、これやばい。この2つと。これもすごいわ。あともう一個あるよ。ファイナルの時の雑誌や。あっちのやつやね。向こうで買いはったんじゃん、これ行った時にさ。なるほどね。これ誰？これはパトリック・ユーイングや。ユーイングがヒゲだけ白いじゃん。ヒゲだけ。ヒゲだけ。ヒゲだけこれミルク濡れてるってあれなんじゃん。あ、そういうボケレペゼンなんじゃん。あ、ほんまや、そういうボケや、うん、レペゼンって言うの？わからん。なんやねん、レペゼンってお前。レペゼン、真似るみたいな言わない。知らんけど。間違ったらごめんなさい。当時のや。うわぁ、これちょっと後で見よう。キリないわ。すごいね。見て、若かりし日のシャックが。うわぁ、しまってんな、まだ。ちっちゃい時や。英語や、全部。あっちのやつや、やっぱ。これやばい、これやばい。うわぁ、ちょっと見て、今おもろいなったわ。全然可愛くない、コービーのフィギュアだった。ほら、見て、めっちゃ可愛くない。めちゃくちゃ可愛くない、これ。持ってる人いますか、これ。これはお前、コービー言うより。エディ・ジョーンズやな、これやばい。ありがとうございます。ありがとうございます。超感謝。ありがとうございます。こういう時にナッツ買っとかなあかんから。すごいね。撮影が終わった後にね、箱を整理してたら、お手紙もいただいておりました。N 氏改め、ヒロさんでございます。本当にありがとうございます。手紙紹介したいと思います。素人 NBA 皆様へ、はじめまして、ほぼ毎日 YouTube を拝見しているものです。ヒロさんですね。去年、私は会社を定年退職して、大先輩でございます。日々 NBA を観戦しております。そして部屋は NBA グッズに囲まれた生活を送っております。羨ましいですね。特にシャックとレイカーズのファンです。まあ、僕じゃない方のシャックでしょうね、これは。さて、今回は楽しい YouTube の配信のお礼として、シャックさんのロケットホームアリーナトヨタセンター、いただきました。ありがとうございます。マッツンさんのレイカーズホームアリーナステーブルセンター、今はクリプト .com となりましたが、のペーパークラフトを完成しましたので、プレゼントさせていただきます。やっぱ作ってくれてましたね。ありがたいです。よろしければ YouTube でご紹介いただければ嬉しいです。バッチリさせていただきます。また私の NBA 歴は古く、大昔1971年にすごい優勝した時でテレビで一部放送されルーアル・シンダーが率いておりましたが、印象としてはオスカー・ロバートソンの最後ボールをキープして逃げ切ったゲームを記憶しております。すごいな、僕が全く知らない NBA の時代ですね。そして2000年には NBA 観戦ツアーの企画がありステーブルセンターへ行き、すごい、やっぱあのチケットのやつですね。シャック&コービー、アイバーソン、ユーイングとの試合を見て興奮しました。いや羨ましいな。当時のパンフレットと2000年4月2日レイカーズ専属アナウンサーチックハンさんの40周年記念うちわを同封します。僕がもらったやつですね。後ろに飾っておりますよ、うちわ。その1990年2000年シーズン DVD をインディアナペイサーズとのファイナルパンフ、そしてシャックやハーダウェイが出演したブルーチップスという DVD を同封させていただきました。ありがとうございます。楽しんでいただけましたら嬉しいです。なお返却無用です。ありがとうございます。素人 NBA が解散するときはお好きなグッズをどうぞ。これは争いが起きるかもしれませんね。自宅は NBA の宝庫なので全くの機会に送付させていただくと思います。本当ですか、これはありがたいですね。お待ちしております。匿名希望です。もしご紹介いただくときはヒロでお願いいたします。ヒロさん、ありがとうございます。ではほぼ毎日素人 NBA を今後も拝見するのを楽しみにしております。いや、こちらこそありがとうございます。ヒロさん、これからも応援よろしくお願いします。では本編に戻りましょう。こんな感じでたくさんいただきました。あー、これほんまに最高。びっくりしたね。今日のしんどかったものが全部癒されてる。これ今日すげー楽しい。で、箱にね DVD ペーパークラフトって書いてんけど、はい、こういうことやってんな。うわー、マジで本当ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じでね、提供品いただければ動画内でもどんどん紹介していきますんで、はい、概要欄に住所あります、はい、ぜひ気軽に送ってください。お願いします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。これは最高ですね。うわ、もう宝物です。